アレキサンダー・キャメロン・シムは、スコットランド・アバルー出身の薬剤師、実業家。19世紀後半に神戸外国人居留地で活動した。1840年8月28日、スコットランドのアバルーに生まれる。若くして、ロンドンに移り、1862年に、王立ロンドン病院に薬剤師として就職した後、1866年に、 政府の海外派遣員の資格を得、香港の海軍病院で3年間半勤務した。海軍病院を退職後日本へ渡り、長崎外国人居留地に数ヶ月滞在した後、1870年に神戸外国人居留地へ移った。神戸外国人居留地で、シムはレベリン商会に薬剤師として勤務した後、18番地に AC シム商会を設立、薬品の輸入。 販売などを手掛けた。シムは1884年頃からラムネの販売を手掛けた。日本製料飲料水工業発達史には神戸の AC シム紹介が日本で最初のラムネだろうと記されている。当時日本ではこれらの流行が社会問題化していたが東京毎日新聞が ガスを含有した飲料水を飲むと恐るべきこれら病にかかることなし、書いたところラムネの売れ行きが伸びた。シム紹介の所在地から18番と呼ばれた、シム製造のラムネも好調な売れ行きを見せ、払い底になった。シムはスポーツ選手として活動し、香港滞在時には陸上競技、ボート競技などで活躍した。神戸外国人居留地でも各種の競技会、 大会に出場したほか、1870年にスポーツクラブの創設を提唱し、コ戸ベリガッタアスレチッククラブの設立に貢献した。クラックは各種のスポーツのみならず様々な社会活動を行う団体として活動し、居留地返還後も今日に至るまで存続している。シムが神戸外国人居留地の居留外国人が自主的に組織した。 消防隊の隊長を務めた。シムはしばしば自宅近くの公園に設けられた、日の宮蔵に登り、見張りをした。就寝時も出動に備えて、消防服とヘルメット、長名を枕元に置き、消防隊長を務めた間、シムが出動しなかった火事は、ほとんどなかったと伝えられている。距離打ち変還に伴って、消防隊が消防組として、神戸市へ移管された後、シムは、 消防組名誉顧問としての待遇を受け、消防組を指揮する権限が与えられた。シムはボランティア活動に積極的に取り組んだ。日本各地で自然災害が発生した際には様々な支援を行った。1891年に農美地震が発生した際には義援金集めに奔走し、さらに被災地に赴むき食料や医療の配給に当たった。 シム自身も相当の金額を義援金に拠出しており、そのことに対し明治天皇から支配が可視された。1896年に明治三陸地震が発生した際にも義援金を集め、現地に赴き救援活動を行った。シムは距離打ち会議の副議長を務めた。1899年7月17日、距離打ち返還に伴うセレモニーが行われた際には、 病気の居留地会議議長に代わって出席し、引き継ぎ目録と引き継ぎ所への調印、署名を行った。1900年11月28日、シムは腸チフスにかかり死亡した。感染経路は下記に当たったとも、訪問客から感染したとも言われている。1901年、内外人公園にシムの検証費が設けられた。前述のようにシムは、 神戸外国人居留地において様々なスポーツの競技会、大会に出場した以下主な出場記録を記述する。ありがとうございます。